こんにちは。はい、今日は高橋市成和美術館で、花村千佳弘さんと野瀬伊勢夫さんのロング対談があるイベントの日でございます。はい、で私も、まあ、参加いたしますので、はい、まあ、6時間っていう、まあ、長いかもしれませんけれども、野瀬伊勢夫さんのレクチャーとしてはそう私はいつも感じてないので、すごく楽しみでございます。なので今日も一緒に楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。で、ちょうど2004年に僕の展覧会が岡山市と倉敷市の合同の展覧会で、知ってるかと思うんですよね、っていう展覧会が開かれたんですけど、それに松田先生が送ってくれた「おまわりの先生」っていう作品です。まあこれを送ってもらった時に、これフェルトペンに書いてあるんですよね、全部。ここら辺なんか本当に要はインクの面のフェルトペンで書かれてるから、時間が経ったら消えるんですよ。観客も入って目の前に出てテレパシーの演奏を、まあ、リアルタイムでつけて、演奏自体もその互いの音が聞こえない状態でスタートのポイントを決めて演奏をしてますね。近藤さんからサックスを吹かれた近藤さんです、ね、どんな感じしました？やはり相方のギターの岡田さんがどんな音を聞いてるかっていうのを想像して、自分ができる限り、しましたけども、実際こう合わさってみると合ってないとこと合ってるところの並び方が面白かったので、むしろこれは心理学的な面白さがあると思います。みんなすればいいの、こんな面白いもんな。それを持ってくるとは全然予想もしなかったですね。 あれあったおかげでより深まりました、ね、あ、なるほどって思いましたよ。自分でも気づいてない、作品とその過去の作品がつながってたり、やっぱ意識した瞬間にね、なんか違うものになっちゃうから、意識しない方がいいと思うんですけど、なんかそれ分かりますね、なんか本を読んでも、あまり意識しちゃうと、言葉だとか、そうすると、やっぱりなんか歪んじゃうのは嫌だなって思ったりするので、最近、トントンも本当にそう思います。マスク外しとけばいい、全然僕らは全然大丈夫なんで、マスク外して、あそこ出れるんですか。開くらしいんですよ。嘘、ガラガラガラって開くらしいんですよ。開くん、ちょっとそれ見たい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 。え、開くんだ。開きます開きます。そこすごいですね。これ当然あれですよね。はい、どうせこれ水長靴持ってくる。もう直接僕が作った作品と結構似てるものもいくつかあって、狙いがなんか近いなっていうのもあったし、やっぱり共通してる何かがあるなっていうのは、痕跡とかね、謎で接触とかね、例えば接触とか痕跡とか、あの辺が非常に、キムさんのなんか幼少期の体験とか、なんでしょうね。いや、多分なんかあるはずなんですよ。なんかあるんですかね。僕、ルイズ・ブルジョワっていうアーティストに行った時に、ルイズ・ブルジョワなんかも雲の作品とか作ってるじゃないですか。
あれなんかもうおそらく幼少期の頃に地下室に閉じ込められてなんか見た雲とか、ああいうのが入ってて、で、キムさんが一体何なのかわからないんですけど、となんか接触とかね、まあ、これあんまり言わない方がいいかもしれないですよ。ああ、意識しちゃうと、うん、あのもう失われてしまうので、それはなるほど、トラウマと一緒で、あの気づいた瞬間にそれが消えてしまう。なるほど。だからあんまり言わない方がいいのかなとも思いつつですけど、じゃあそうなんだ、そうか、そうね、気づいてしまって失われた能力がある、ね、失われた、なるほど、あるんですよ。そうなんだ。その意識と無意識の話ちょっと言いかけてたんですけど、さっき、ひょっとしたらおっさんのそういう話に今日なるのかなと思いつつ、いや、なんかそれもすごい興味ある話で、うん、人間はそうですよね、うん、あの狙ってできないことっていうか、狙うと逆にできなくなってしまうことっていうのがあって、狙わずにそのことを知らない方ができてしまうことっていうのがあって、まあ、さっきテレパシーなんかもそうですけども、うん、テレパシーするぞってなった瞬間できなくなるっていう話、あ、これ芝居やってると分かるんですよ。僕芝居をやるので、うん、あの演技って意識するとダメなことがあるんですよね。例えば、あの、まあ、舞台の演技と映画の演技ってちょっと違うんですけど、舞台の演技って意識しないとダメなんですよ。あのかわいいな、かわいいの、接客の映画面白い、かわいい、なんか猫の音するなと思って、そう、なんか、うん、かわいいですね。うん、でその時に、その時にお願いしたんですよ。そうです、そうです、長くしてください、その場にいました瀬さんがなんか、その後の2回目、今日が、あ、昨日が、そうです、ね、YouTube でもね、ここまででやっぱりそのワードは出てるけど、あの時もね、結構いかちまってて、そこの後はそこまで掘り下げて楽しい、調整させていただいて、だから野瀬さんが一番だから遅れてあれだから、一番最初その YouTube で私の過去の作品を説明してるのを野瀬さんが一番最初に流して、でも映像そのまま YouTube そこ撮るなんか誰か、あ、全部私撮ってる GoPro で、あ、重いのに、いやいやいや、アップルは、そっか、もう原稿をね、ちょっと整理してきたやつをまたお渡ししようと思ってて、はい、どうするんかな、もう塾原さんだから、明日は塾原さんに、こういう流れになってるんだけどって始まる前にバーっと送って、いや、でもそうなったら塾さんも、まあ、本のページが増えるだけだからっていうんじゃないですか。本にするんですか。そうなんですよ、この第5回目までのを全て文字起こして、わ、素晴らしいな、それは。そうなんですよ、それはぜひとも読みたいですね、うん、もうそれ、それ貴重な記憶ですよ、近代学とか色彩論とか、うん、じゃないですよね、うん、いや、僕の次の本も全くそんな話、全くもう社会の話書いてなくて、これはもうそれやりましょう、うん、携帯本当にその野先生と岡山っていう題のように、うんうん、野先生さんが岡山で、うんうん、あの触れ合った全てのものが詰まってますね。いや、でもそれはね、貴重なアーカイブになると思いますよ、本当に。すごいです。だからぜひと もう岡山の歴史みたいな文化の、うん、その中心のカッコアにおられる方なので、野先生さんが今やろうとしてるのはもうちょっと広い範囲なんですよね、実は。人類のっていうか、今の科学全体を相対化するぞっていう話をやろうとしてて、そうそう、花村さん、あの身の丈の科学を言葉を使うじゃないですか、あれ英文だったら何がねえ、身の丈っていうのをね、普通に訳したら本当ヒューマンサイズとかヒューマンスケールになるんですけど、ちょっと違うじゃないですか、ヒューマンスケールじゃ僕の言う意味は違いますね、全くね、伝わらん言葉なんで、ね、全く違いますよね、もっとなんかこう、なんかよく等身大でこう、うん、あのその寺田トライコとか、うんうん、そうだけど、だからまあ
なんかね、客観主観って言葉はあんま使いたくないですけど、うん、人間の感覚から捉えた科学っていう、そうそう、だから五感で世界を見る科学みたいな、ちょっと考えときます、なんかそういう文章のセンテンス性なんだら、そうですよね、英語の場合、どの言葉をするか、要するにこう外から、いくら外から観察しても分かんない、愛とかそうだと思うんですよね、愛とはこれだなんてことは外から指し示せないけど、みんな知ってるじゃないですか、何が愛かっていうことは、なんかそういう感覚っていうんですかね、こう、全員がもう感じて知ってるんだけど証明できないようなこと、でも自分の中に全部エビデンスがあって主観的に証明できることっていうことを、色系っていうの色差なんか、まさにティンクトゥーラーの話なんて、全員が知ってるのに、夕焼けを知ってるのに、あの色そこにはないのに、夕焼けなんていくら色温度で測っても光線の光のスペクトル分解したってわからないけど、僕らはすでに感じてしまって知ってることっていうのをベースにした科学を作らないとダメだと思ってて、そんな話をずっとディスカッションして、まあ、今日後半ちょっとやってもいいですかね、それ日本語だったら僕は身の丈の科学を読んでいいですね、なんかちょっと考えましょうかな、150センチの人は150センチ、そうですね、170は170、それでいいんだと思う、とにかく英文が何を当てていいかが、私も考えます、なんかいい言葉があったら教えて、そうですよね、じゃあそろそろ、あ、もうそんな時間ですか、今から3時間かな、でも3時間か、あと3時間だと思うとすぐですよ、3時間か、いや短いです、そうですね、それでいいですかね、そうですね、差し入れがありましたので、いやー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあもう早速飲みます、ありがとうございます、それで、シャレさ
かのって全部実はシナジティクスが起きるものなんですよ。それでシナジティクスっていうのはシナジーっていう、まあ、言葉でも言われるんですけど、あの相乗効果って訳します。だから必ず増えるんですね。それであの影を見てどこの部分が増えてどこの部分がどういうふうに変わってるかいうのを実は本当は見てほしい作品なんです。でまあ影を扱うっていうのは一番わかりやすいのは竹ひごででもいいんだけど、あのどうか六面体サイコロみたいな形のものを竹ひごで作ってやって壁にこう角をつけてやるとこっちから光が当てるとこう影がこういうふうにできますよね。ところが六面体って90度が3つですよね。270度。なのにここにこう影の線ができてこれ360度増えているんですね。これがシナジックスです。だからどんな多面体を置こうがそれから枝であろうが影を投影すると必ず360度広がるんです。まあそういうような考え方を射影機関という考え方があってそこから見ていくとはっきり正体が見えるというものなんです。それで今射影機関を理解するためにエジプト数学が必要なんです。それでエジプトの数学っていうのをまあ唯一ぐらいですかね、これも本格的には触れられた本ではないんだけどアンソニー・ウェストが天空の蛇っていう、まあ、本の中でこれ僕出版された97年頃に買って読んでもう何年前かな、30年以上前ですかね、20年前か、もうなんか重要なところだけ今となっては思い出せるんで、それでしかもこの本キムさんに僕勧めたいんじゃない？なるほど。それでキムさんがちゃんと発見して、ね、どうなるかいうな。わかりました。それでこれをね書いていくと今あの平面の状態だけの話だったんですけど実際の空間はもう少し形が違うもの。一つの
無限天の時に三点現れるのかっていうのはそういう理由です。この三点理由の C は導き出された A、B によって導き出されたまあ、これ辿ってみたら分かるんですけど、何なんですか、ね、D が導き出された何です。実は A もこれで。でもまあ、好転数が全然少ないんで、まあ、こういうグリッドに関しては、C、B、D を中心に考えれば、いいものだっていうことが、判断はつくけど、A も無視できないというぐらいのことになってきます。で、このグリッドの中が再変換をしているときのこれ軌道になります。そこで交点を求めてこういうふうにつないでやるとこういう成長者前は動いたんだろうな。まあそういうことか。一応これで全作品も連絡したっていうことだ。だけど、この作品も僕はすごく好きで、あ、そうです。なんで好きかって言ったら、
自分の息を吹き込んだものを、まあ、ガシャというかね、うん、だから島を作るのに締め込むのに合流して這い上がりて島の形を作るとかね、自分の息をそこに入れることによって浮かす、うん、そういう本当リアルな、ね、なんか作品を作るときにもう意味合いが必然的に出てくるようなリアルさみたいな、それはやっぱり僕はキムさんの、うん、いいところだと思いますよ。なんか何でしょう、何になったんですか、それも多分この世界だと思うんですけど、中にグッと入ってて、あれを形作るっていう話ですね。やっぱり何かの後を残そう残そうっていう、まあ、残る条件を作ろうとしてるって感じがして、これがキムさんのひょっとしたら、まあ、ずっと言ってるんですけど、病床の方に何かとか、まあ、何かその自分が意識する自分以前のものっていうことの影響を受けてるんじゃないかっていうのは非常に興味があって、いつかそれは他の作品を見ることで徐々にアラームになってくるかなという気がしています。時間的にはそろそろ終わりな感じなんですけど、なんかどうですか、なんか会場的にやってみてほしい方がいいですか。あ、なんかもう6時間なんでね、疲れ、僕はもうさっきからずっとトイレに来たって仕方がなくてずっとトイレに来たんですけど、でも僕だったら行きました、出ましたなんか行こうと思ったんですけど、ちょっとタイミング伸ばして、なので一つぐらい質問を受け付けてあれにしたいですけど、皆さんもいい加減疲れていた感じですかね。なんかありますか、聞きたいこととか、ちょっと途中社会期間の話とかね、まあ、少し抽象的な話もあったりですかね。僕ら6時間対応とか初めてなんで、でも今日社会期間で話した5つぐらいのポイントがあるじゃないですか、うん、それは本当にそれ知ってるか知ってないかね、読むのが楽になるから楽にならないから、そうですね、なんかありますか。4時になります。じゃあちょっと最後初さん、お疲れ様でした。6時間ちょっと休み挟んだの5時間ですかね。本当に午後の方がなんだか早い、時間が過ぎるのが早かった。私の3時間だったので、すごく今日は有意義な時間が皆さん過ごせたような気がしております。皆さんありがとうございました。ではこれで終了とさせていただきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。これがそうですよ、2019年作られた最初の人工生命体。これホムンクルスですか。要はこれがホムンクルスになるってことですか、人工生命体、鉱物からの。だからもう物質だから、ね、物質で一応生命体って反応があるってこと。生命体反応もあるし、生命体というのは何が一番大事なのか言ったら、子孫を残せるかどうかです。そういった子孫を残せる。大変お疲れ様でした。
はい、無事終わりました。6時間かかるロング対談ということで、花村さんはびっくりされたんですけれども、すぐじゃないけどそんなに長くも感じてない、とても濃厚な内容でしたので、私も作品についていろいろいろんな言葉だとかたくさんの刺激をいただけました。本当にありがとうございました。はい、またこれからの、展開、作品の展開に、大きく影響されると思うので、またまた楽しみにして見守ってください。はい、よろしくお願いいたします。はい。